ナイス。もうめっちゃいいじゃん。もう2人のおかげ、いいイメージ大事。ナイスバーディー。ちえちゃんの食べたチキンのいい匂い。チキン食べてたの今。スモークチキンみたいな匂い。スモークチキンです。続きまして13番ホールパー4、ちえちゃんのティーからは428ヤードです。長いね。長いですね。OK。 お見事、安定です。ナイスナイスナイス。いいいいいい。あー、キックが悪い。出てくる出てくる。止まっちゃった。何分使えたら止まっちゃう。わあ、めっちゃ右。帰ってきて戻ってきて戻ってきて。よしよしよし、すごい。おお。ナイスの波来たんより。めっちゃキックして戻ってきた。何これ。ここはボギーで抑えましょう。頑張って。ほうほう。パーだわーっていう顔ですよ今のは。いやいや、そう長いですよね。まあまあそうだけど、残り200以上ありますよね。200ぐらいは。あれ？長めのパー4でボギー取るって結構。そう、うちらは無理しない方がいい。そうだね。短いとこ待った方がいいと思う。うん。うん、まあでもそうだね。今日も233切ったらデザートあるんですか？まあ昨日先行して渡した。確かに。なんか考えましょう。やります。もうここまで出てきてるから。ナミちゃんの方がかわいそうだな。本当私のはね、ちょっと厳しいです。傾斜が。ナイス。惜しい。出せますかね。頑張れば。顎ってます？いや、顎ではないんじゃないですか。顎ではない。うん。むしろちょっと若干距離が、あ、でもそんなことないか。顎まで3メーターぐらいはあるから。大丈夫。まあでも内ゴロというか寄せやすい距離だと思いますよ。よかったです。20ヤード弱とか。あ、そうか、20ヤードくらいあるから。ピン近いの苦手なんですよ。なんかちょっとだけ出すっていうのができなくて。しっかり打って出せばいいかな。頑張ります。 S あるわ。まあでもみんなね、チップインバーディーのチャンスが巡ってきました。ね、チップインバーディー取りたいね。Yeah.
です。あららら。ちーちゃんサングラス。かわいい。ついに登場だ、ね。日差しがやばすぎて。でそれどこの？これアイボルです。アイボルか。かわいいよね。サングラス今悩んでるんですよ。そう、ゴルフ用の持ってなくて。うん、ちょっと貸してほしいって。全然じゃん。え、これしてても普通にプレイ支障ない？全然しやすいです。アイボル使ってる女子プロゴルファー多いですよね。あ、いい感じ。かわいい。え、これやっぱ可愛いかも。いい感じ。いい感じかも。え、買おうかな。なんか海外セレブっぽい。あ、本当に。続きまして、14番ホール、パー5で455ヤードです。割とまっすぐだよね。そうです。右手前の、グリーン手前の池だけ気をつければ、あとは大丈夫そうなホール。了解です。じゃあ完璧すぎる。ナイス。全部すごいけどドライバーが本当にかっこいいね。音がなんか嬉しい。全然違う音する。まあプロなんで男性のさ、プロとかのを見たことがあるんだけど、もう本当同じ迫力だなと思う。確かに。よっしゃ。お、オッケー。よかったです。もうこれさ行ったらダメだと思って。そう、右の OB は結構近い、ここ。そうですよね。ちえちゃんには目に入らなかったみたいだけど。あ、なんか奥の池とか言うから、そこに危ないとかあると思って。ちえちゃんには関係なかったね。もぐもぐタイム1回目。はい、2回目。よいしょ。よいしょ。はい。ちえちゃんの食べたチキンのいい匂いです。チキン食べてたの今。スモークチキンみたいな匂い。スモークチキンですだよね。スモークの匂いがする。スモークのみんなにかませる。お腹すくじゃん。これ今14番だ、うん、ちょうどやっぱこれぐらいになってくとお腹すくから、そっか、うん、このこれぐらいでいい格好でいるの。14番全然気にしてない。あ、そんなことない、うん、たまたまお腹すいたなと思って。でもこのホールみんないい感じにマイスしてるね、うん、あ、それ一緒のとこにある。あ、ほんとだ。残りの距離はどれくらいかな。350ぐらい。だから池の手前までの距離を見ておいたわけですよ。ここから219、ね、でも絶対入んない。しゃー、よかったです。いいイメージ持ってる。よし。ちえちゃん、これボール左足側だよね。うん、真ん中より真ん中より左ね。
ナイス。もう2人のおかげ。いいイメージ大事。ポジティブ。うん、完璧。一緒。もうこの音ずっと聞いてたい。お、木で出てこい。落ちた音はしましたよ。落ちた。ナイス。すごい。77ヤード、80ヤードあるんだけど、この隙間やめた方がいい。どこ狙うの？ここにさ、隙間があるの。いやでも右かな。でもバンカーも左あるから。右だね。右かも。めっちゃナイス。乗れ乗れ乗れ。うまいうまいうまい。よし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 。もうこれはほぼ。お、でもね、これチーム戦の勝利。私今3度持ってて、短い距離だからって S 持とうとしたんだけど、絶対当たるよね。今、まあ、このチームの知恵ですからね。そうですそうです、知恵ちゃんだけに、知恵だけに。おじさんっぽい。やめてますよおじさんギャグって。ナイスパー。ペット。ナイス。パイス。かな？数えよ。あれ？いや。ボギーか。あ、そうか、1個出してるから。ナイスパー。見事です。出ましたボディ。せっかくなんで今日のファッションのポイントを。あ、今日のファッションのポイントはこれ、ちょっとパーリーゲイツなんですけど、今期のジャパンゴルフフェアのファッションショー見て可愛くて、あの買いに行きました。可愛い。今回は、ね、白黒赤が結構その3色だけで仕上げてるので、キャップも靴下もスカートもブランド全部違うんですけど、色は白でこのね、うん、ハートを目立たせようっていう、そんなコーデです。じゃあゆっくり一周お願いします。こんな感じ。キランっていう効果音がつくはず。なんかここ頭皮がさ、やっぱ暑い日って焼けるので、うん、結構暑めの日はキャップを選ぶことも多いかな。次、ナミキちゃん。私、はい、瀬戸ちゃんは素直ですね。ま、あのナミキちゃん回ってくださいって言うと、なんでですかって突っ込むからね。言われた通りに一周した。はい、私は今日はキャロウェイさんです。で、今キャロウェイさんで、まあ、ラブキャロウェイっていうのをやってるんですけど、まあ、ゴルフ女子に当てたもので、こういうロゴが、これハートもついてるんですけど、これでラブキャロウェイなんですね。で、ここから今こういうのが出てて、ちょっとスポーティーな感じです。合宿ということなので。まあ、ポイントは今日のピンクじゃないですか、この靴下。結構目立ちます。で、あと私的にこのフットジョイさんのこれおすすめです。あの、私はもともとスパイク付きを持ってたんですけど、これスパイクレスなんですよ。だけど履いてる感じはスパイクと同じぐらいめっちゃグリップ力いいです。
本当だ、細かいのがいっぱい。そう、これめっちゃいい。だから私これもう一つ、もう一色持ってます。紫持ってる。へえ、めっちゃいいです。あのブヨの後にすごいこうピントがあったよ。あっちゃいました。これ皆さん、ブヨです。ブヨの後です。ちょっと汚いけど、私の初ブヨ。そう、もう消えない。消えないよね。はい、こんな感じです。かわいいです。じゃあ回ってください。じゃあでね。嘘っぽくなるじゃん。次チーちゃん。かわいい。何やねん。それやって、それやって、終わったら絶対嫌だ。ディスられてる。ナミキちゃんしか似合わない。今日も全部これガッチャです。かわいい、ね、上ポロシャツとこれ。すごい夏っぽくていい。はい、なんか色違いも多分あります。うん、でこれ多分メンズの XS かな、着てます。ちーちゃんのはさ、メンズだからさ、あの男性の方とペアルックとかしやすいよね。そうだよね。したい。ナミキちゃんはペアルックしたくない派だもんね。そ, 恥ずかしい。あ、そうだ。いや、したくないけど恥ずかしいかな。うん、はい、以上です。でもこうサングラスがあるから、なんか今日かっこいい感じに見える。ねえねえ、サンバイザーとポロシャツ合わせるってかわいいんだね。確かにガラガラだけど、うん、全然大丈夫。ありがとうございます。サンバイザーしつこくないもんね。ね、コーディネートで。というわけでみんなのファッションチェックが終わったところで、はい、ここ15番ホールパー3です。結構短いって話をね、さっきしたんですけど、うん、ちえちゃんのレギュラーティーで115ヤード。さっきのドライソンさんのアドバイスで言うと、もう右っちゃうとピンまでの距離打ったとしても池に入っちゃうので、落としどころが大事に。9番やな。ナイス。ナイス、お見事。ナイスです。ナイス。めっちゃ良くない？ボリュームくる？あれ？ナイス。大きい。止まった止まった。大丈夫大丈夫。よかったよかった。ナイス。ありがとうございます。ちょうどいいと思う。おー、ナイス。いいところ。全員ちょっと。はい、よかったです。バディだったね。バディだったね。私たちはここでしっかりパーをナミキちゃんと取っていきたいと思います。お願いします。みんなこう三角形にピンを本当だね持って、オケラ、ミミズ、アメンボ、全部出た。全部出た？うん、シーズヒルズで。もう少し説明しないと。達成だけじゃなくて。そうですね。手のひらを太陽にの歌詞とかですね。昨日、オケラを我々初めて見た。で、教えてもらって、これオケラだよみたいな、うん。で、みんな歌で歌ってたじゃんって言われて、うん、手のひらを太陽に出てくる、昨日ミミズもいたから、うんうん、これでアメンボ見つけた、コンプリート。右に出ちゃったけど、あ、でもナイスタッチじゃない？うん、ちょっと、いや、ナイスタッチです。ありがとうございます。いや、弱いって。弱いよ。え、でも結構来た。え、でもそんなことないよ。本当？来た。ナイスバーディー。これ3アンダーも見えてきましたね。プレッシャーが。ちーちゃんいけそうじゃない？ベスト。ナイスパー。え、2日間で初めて。初めて。おめでとう。あ、朝晩の成果出てるよ。え、めっちゃいい。めっちゃ出てる。やっと取れました。嬉しい。ナイスパー。このホール3人
優秀。みんな絶好調です。バーディー。バーバー。よし。3か早いな。なんかちえちゃん的に一番苦手なシチュエーションってどういうところ？どういうところだろう。なんか左ドッグレッグでドライバー絶対にフック打たなきゃいけないみたいな。ああ。まっすぐ打っちゃうと突き抜けちゃうみたいなところ。なんか何やっても上手いからさ、なんか苦手なシーンとかないのかなとか思ったけど。はい、ということで初パー取れてよかったです。次回最終話です。全員で133位以内で回れるのか、ぜひチェックしてみてください。